自分が書いた字はすべて美しい。自分が書いた字に汚い字はありません。汚い字というのは偏見です。自分が書いた字に綺麗も汚いもありません。いい一日はあるものではなく作るもの。私たちは一日の終わりに時々こんなことを口にします。いい一日だったなぁと。いい出来事ばかりがあり悪いことがなかった時、自然と口にする言葉です。成功者になりたいと思ったあなたはもう立派な成功者だ。成功者になりたいと思うことが一つの成功です。自分の人生を変えようと決断したのです。世の中には成功したいとさえ考えない人が大勢います。うまくいかなかったらどうしようより、うまくいったらどうしよう。うまくいかなかったらどうしようと考えるからうまくいかないのです。そもそも考え方がネガティブです。うまくいかないことが前提になっています。嫌いなことをしていると脳がボケやすくなる。人の脳は年を重ねるごとに老化します。人の脳は20歳を過ぎれば1日に10万個の神経細胞が壊れると言われています。1日10万個といえば膨大な量に感じますが、そうではありません。仕事の疲れをアルコールで解消させるのは要注意。人の脳は20歳を過ぎれば1日に10万個の神経細胞が壊れると言われています。脳の神経細胞にはストレスという弱点があります。ストレスは脳の神経細胞にダメージを与えるため、神経細胞の減り方が加速するのです。感情的なのはいい、いけないのは理性を失うこと。人間は感情にあふれる生き物です。感情的になるのはいいのです。感動しやすいということです。朝と月曜日に弱い本当の原因は嫌なことをしているから。朝と月曜日に弱い。そんな悩みにお困りですか？朝と月曜のタイミングは体の中に重りが入っているかのように動きにくくなる時があります。勝つと分かって挑む戦いより、負けると分かって挑む戦い。勝負には勝ち負けがあります。勝つと分かれば戦いに挑み、負けると分かれば戦いを避けるのが普通です。勝つと分かっている戦いは、勇気がなくても堂々とできます。かっこ悪い役を自分からやろうとするからかっこいい。とある舞台のオーディションの話です。監督はオーディションに集まった希望者に向かって問いかけました。主人公を演じたい人はいるか。
突破口は次の交差点を曲がったところにある。真っ暗な人生だ。本当にそう思うなら一歩も動けないはずです。真っ暗では何も見えず歩けません。風向きが変わらない風はない。今は辛い風当たりがあるかもしれません。ヤジが飛び、なかなか前に進まず辛い時期かもしれません。あまりにひどいことを言われると、このままでいいのだろうかと思います。好きな人はかくれんぼを楽しんでいる。好きな人になかなか会えないときはこう考えましょう。きっとかくれんぼをしているのだろうと。あなたは鬼です。あなたが決めた選択は常に正しい。人生はできるだけ自分が決めた選択で進みましょう。自分の人生ですから、自分で決めることが大切です。わからないときは誰かに頼るのもいいですが、完全に頼り切るのはよくありません。新しいことを覚えなかった一日は、何も挑戦しなかった一日。今日新しく覚えたことは何ですか？何か覚えたことがあれば友人に話しましょう。いい話のネタになります。言うべき時の脳は1万ドルに匹敵する。イエスというのは承認の言葉です。できます、わかります、大丈夫ですという意味です。仕事のできる人はイエスというキーワードをよく口にします。あなたが愛用している道具は戦友である。あなたが愛用している道具は何ですか？一日のうち必要とする道具はたくさんあります。ノートやボールペンなど文房具。信念は持つものではなく貫くもの。信念とは何でしょうか？信念とは正しいと信じ、堅固に守る自分の考えです。自分の軸がしっかりしているからこそ、ぶれない人生が歩めます。ストレスを受けたときは、健康のためと考えよう。日常でストレスを感じたときは考え方が大切です。ストレスは毒にも薬にもなります。毒になるか薬になるかはあなたがどう思うかで決まります。一日に行動しようと意識する回数は年齢に比例する。年を取るほど行動したくないと思うようになります。先入観や固定概念が増え、行動するのが面倒になります。行動したくないと思うから、新しい経験や行動を避けるようになります。
自分で自分の頭を撫でると思考が研ぎ澄まされる。自分で自分の頭を撫でてみましょう。不思議なことに自然と落ち着き、元気が出てきませんか？頭を撫でてイライラすることはありません。気分がいいから花を買うのではない。花を買うから気分が良くなる。あなたが花を買う場面はどのような時ですか？花を買うくらいですから、何かの記念日が多いのではないでしょうか。もちろんそうした時に買う花も素晴らしいです。あなたの喉が渇いた時は、植物も喉が渇いている。気分がいいから花を買うのではありません。花を買うから気分が良くなります。元気が出ない時は花を買って帰り、部屋に飾りましょう。人生とは苦しみながら高みを目指すもの。人生の苦しみは高みを目指すところから発生します。もっと知識を増やしたい。もっとお金を稼げるようになりたい。美しい景色を探すより、美しいと思う心を持つ。美しいと思うのは、美しい景色があるからではありません。美しく思うかどうかは個人差があります。しかも時と場合によります。大人だからこそ子供になる時間が必要。大人らしい行動が必要だ。私たちは大人になるにつれて大人らしい行動が必要です。言葉遣いを正し、常識をわきまえ、マナーを意識します。いつも愛想よくなんてやってられない。人間関係では愛想が大切と言われています。口角を上げてにっこりします。愛想よく振る舞えばいい人と思われるでしょう。肉らしい蚊にも見習う点がある。ブンブン宙を舞う蚊。蚊は小さい分際で厄介です。こっそり人間の手足に止まり、血を吸ったと思えばさっと逃げていきます。重い荷物ほど無理に片手で持たない。日常では重い荷物を持つことがあります。例えば買い物の時です。たくさん買い込むと買い物袋が重くなります。明日を楽しみにするから楽しい明日がやってくる。毎日明日が来るのを楽しみにしていますか？ぼーっとしていても自動的に明日がやってきますが、それでは普通です。明日は楽しみにしながら迎えましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。